ボーディングブリッジの先にいよいよ超豪華フェリー紅が待っております。この一番上はね、スイートになっていまして、なんとデッキ付きでございます。すごくないですか。瀬戸内海航路のカーフェリーでデッキ付きとはね、もうゴージャスすぎですよね。長方形もさすがにね、まだね、スイートはちょっと手が出せませんでした。さあ、それでは感動の瞬間でございます。サンフラワー紅、これより乗船いたします。さあ、どんな旅になるのでしょうか。はい、皆さんこんにちは。長方形でございます。本日は2023年11月5日日曜日、長方形は大阪の天王寺に来ています。ここにね、なんかちっちゃい大阪城みたいなやつもありますね。いやー、それにしてもね、アベノハルカスめちゃくちゃでかい。まあ高さこそね、日本一を抜かれてしまいましたけど、それでもまあでかいことには変わりない。すごいですね、ほんとね。実はね、明日ね、別府なんですよね。ということでね、サンフラワー紅に乗ってね、別府に行きたいと思います。これ初めて乗ります、私。今いる天王寺からね、船の乗り場があります、トレードセンター前まで行くには、いくつかね、乗り換えが必要になってきます。まずはね、大阪メトロの御堂筋線で大黒町へ行きます。でそこからね、四ツ橋線に乗り換えまして、住之江公園まで。最後はね、ニュートラムに乗り換えまして、それでトレードセンター前まで行きます。住之江公園に着きました。ここからね、ニュートラムに乗り換えです。ニュートラムはね、この長いエスカレーターを登った先にあるんですが、まあ、あの地下からね、高架階に上がりますからね、このエスカレーター長いはずですよね。さあ、ラストスパートでございます。ニュートラムでね、トレードセンター前まで行きます。でここでね、サンフラワーにご乗船の皆様注意がございまして、この先にですね、あのフェリーターミナル駅という駅がありまして、見てください、後ろの方になんかフェリーターミナルっぽい設備もあるんですよね。そしてフェリーも止まっています。そしてなおかつね、大阪南港フェリーターミナルと書いております。これやばい、降りないといけないと思ってね、慌てて降りる方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あのサンフラワーね、今ねこっちに止まってないんですよ。昔はね止まっておりました。あれ何年頃だったかな、長方形は大学3年生か4年生ぐらいの時まではね止まってまして、松山からね、その頃はまだ松山飛行便っていうのがサンフラワーあったので、このブリッジを通ってね、帰ったり来たりはねしたものです。今ちょうど奥に止まってますのが、左側がこれオレンジフェリーですね、四国オレンジフェリー。あれに乗ればね、愛媛県の東予の方に帰ることができます。で、右側にいますのが、こちらが名門太陽フェリーですね。こちらは新文字の方に行くやつですね。大阪南港、この辺りはベイエリアということで夜景も綺麗なところです。長方形がね、大学時代年末年始なのでね、大阪から松山に帰るとき、この夜景を見ながらね、ああ明日松山かと、なんだか名残惜しい気分になったもんです。まあ地元が松山なのにね、大阪に名残惜しいというのはね、まあ どうかと思うんですけどね。今ね、ちょうど左側に見えているのが ATC アジア太平洋トレードセンターです。今回乗りますサンフラワーのターミナルは、この ATC の中に入っています。でね、サンフラワーはね、もうこの ATC の向こう側が海になってまして、そこに停まっています。それではね、ようやく着きましたトレードセンター前でございます。さあ、もう降りますとすぐにこのサンフラワーの看板がありますので、すぐ分かります。わ、 ATC か、懐かしいな。あの大学のね、4年生ぐらいの時はね、もうここから帰ってましたからね。いや、懐かしいな ATC。 おプラレル博あるんだ、いいな。さあ行きましょう、こっちですね。はい、ここにね書かれております、サンフラワーターミナル、エスカレーター降りて突き当たり右方向 80m 先ということで書かれています。わかりやすいですね。いや、しかしここいつも思うんですけどね、めちゃくちゃだだっ広いんですよね。こう私の家何個分あるんだってぐらいね、だだっ広い空間です。
まあ、クリスマスが近いということでね、こういったクリスマスツリーも飾られてますけど、こんないいツリーが松山にあったら大事ですよ。これ松山みんなこれ撮影しないといけないですからね。これこんなでかいツリーなかなかないからね、松山でね。うわ、いいね、これいいね、これこれめっちゃいいじゃん、これ。そういえば南港はこういう風にね、確かこのキャンプ系のショップがあるって聞いてたんですが、ここだったんですね。めっちゃ良さそう。ちょうどここにね、サンフラワーのね、歴史みたいなものが書かれてますけど、これがね、すごいね、三代目くれない丸ですね、これ。はい。これ松山来てたらしいからね。でそうそう、これ今ね、このくれない丸はロイヤルウィングとして、やってたんですよね、5月までね。さあ、そしてこっち見てみましょうか。おお、またいい船があるね、これ。琥珀丸。へえ。そしてここにあるのは黒潮丸。はい、そしてこちらがサンフラワー初代でございます。もともとはね、日本高速フェリーというところの船でした。先ほどご紹介しましたあの3代目くれない丸という船ね、あの船もね、船内めちゃ豪華だったらしいんですけども、まあ、しかしね、まあ、客船だったのでトラックとかね、乗用車とか運ぶことができませんでした。まあ、時代はカーフェリー、そこで登場したのがサンフラワーです。この船はね、カーフェリーなのに、ね、超豪華でして、船内にはまあ70年代の船らしくてディスコとかあったらしくてね、そしてプール、バー、まあ、至りに尽くせり、まあ、この船もね、一時期松山に来てたらしいです。サンフラワーの歴史ということで、ここにたくさんのことが書かれています、ね、そうそう、この辺りだよね、ダイヤモンドフェリーっていうのが、ね、出てきまして、松山っていう単語はないね、書いてくれてないね、全然。はい、まあ、長期が乗ったことあるのがこのサンフラワーの小金ですね。小金乗ったことありますし、アイボリーとコバルト乗ったことありますし、ゴールドはね、ちょうどね、私があの卒業するタイミングでね、しかもね、乗る気がなかったし、この松山便についてはね、もう廃止になっちゃってですね、松山飛行便廃止になっちゃったから、結局ゴールドに乗ることは一回もありませんでした。わー、見て、ダイヤモンドフェリーのな、懐かしいな、これ。わー、すげえ。サイズ見てくださいよ、これ。すごいね、めちゃくちゃでかい。200メートルギリギリまでありますからね、199.5メートルだったかな、確か。ここはね、新しいターミナルですけど、ここはね、サンフラワー紅の乗り物、シップオブザイヤー2022大型客船部門受賞となってます。これでさ、見たことあるだと思ったこれ。これ N ゲージ用のやつじゃない、プラム、これ鉄道模型に使うやつですって。これいいね、カビとか着てるのはいいね、これね、カットとかあるんだ。へー、さあ、いよいよ乗船です。いや、めっちゃ楽しみだな。お、見えてきました。何やらですね、なんか見慣れない、普通のフェリーには見られないタンクがついてるんですけども、このサンフラワーくれないね、日本初の LNG 燃料、まあ、つまり液化天然ガスで動くフェリーということで就航しました。いや、噂でめっちゃ静からしいです。 ATC で何かライブやってますね、これね。なんかね、37番とか言ってましたね。ビンゴですね、多分あれ。車がどんどん紅の中に吸い込まれるようにして上がっていきます。今ね、この車が登っているね、坂みたいなやつのことをランプウェイというらしいんですが、長方形がよく乗るね、離島のフェリー、まあ大体近距離ですね、近い距離の離島フェリーとかはね、大体この前後についてることが多いんですよね、このランプウェイが。しかしこの船はね、横についております。船内には暖かい明かりが灯っております。確かね、ここはね、全部ね、ビュッフェだったと思いますね。多分そうです。この船めちゃくちゃビュッフェがでかいんですよ。ボーディングブリッジの先に、いよいよ超豪華フェリー、紅が待っております。この一番上はね、スイートになっていまして、なんとデッキ付きでございます。すごくないですか、瀬戸内海航路のカーフェリーでデッキ付きとはね、もうゴージャスすぎですよね。長方形もさすがにね、まだね、スイートはちょっと手が出せませんでした。
さあ、それでは感動の瞬間でございます。サンフラワーくれない、これより乗船いたします。さあ、どんな旅になるのでしょうか。うわ、めっちゃ広い、めっちゃ明る、めちゃくちゃ明るい。そしてね、あのね、新品の香りがする。うん、あのすごい新品の香りがする。そしてね、やっぱり紅といえばこの緑の階段ですね。これを上がってね、長方形の、撮ってるね、部屋に行きたいと思います。多分現在地がここで、7205はここですから、ここか、ここからこう行って、こうか、一番奥まで行けば、一番奥まで行って曲がればいいのかな。分かった、はい、さあ行こうか。おお、いいな、すごいぞ、いろいろ書かれてるぞ、かつての航路とかいろいろ書いてる。へえ、見応え十分じゃないですか。おお、これまた後で全部読みたいな。船内は後でゆっくり散策することにいたしまして、まずはお部屋へ。長方形はですね、今回、実はマイシスターと一緒なんですけども、さすがにね、スイートは取れませんが、スーペリアツインというね、お部屋を取っています。長方形はね、もうね、何度もね、船旅やってるんですけども、マイシスターはほとんどね、船旅未経験。一番お求めやすいプライベートベッドというね、まあ、相部屋。まあ、相部屋といってもですね、いわゆる、雑魚寝のようなものはね、この船なくてですね、ブルートレンでいうところの開放寝台みたいなやつ、カーテンでちゃんと仕切れるね、すごく良い作りのものがあるんですけども、まあ、そこでも良かったんですけどね、シスターが船旅に慣れていないということなので、今回個室を取ることにしました。長方形もね、船で個室は初めてですね。さあ、どんなお部屋なんでしょうか。スーペリアツインでございます。あ、開いた。さあ、はい、こちらが、ね、本日のお部屋でございます。おお、まあちょうどいいね。お部屋としてはね、まあ窓はねないんですけどね、このようにね、2つベッドが並んでいます。そしてこんな感じでね、アメニティもね一応揃っているという、ね、お部屋なんですけど、あとでまたちょっと部屋についてはねゆっくりご紹介していきたいと思います。このスピーカーからね、あの例の洗脳ソングが流れてきております。Sunflower, 太陽に憧れて。 Sunflower, 太陽に憧れて行こう。長野急行バス。じゃあ長野から観光に来てんの。へえ。出航15分前の、ね、ドラの合図が鳴りましたので、あと15分で出航なんですが、まあ、ちょっと外出たいと思うんですよね。ただね、
初めて乗る船だからね、どこが出口か分かんないしね、船の構造ちょっと違うんですよね、の乗ったことある船と全然。大概さ普通の船だとすぐ横に出口があってそこを出れば出れるんですけど、この船なんかそんな感じではないんで、ちょっと調べる必要があります。ここから出れそうですね。どうも。出れたけどちょっと違う思ってたの場所となんかね、思ってた場所と全然違う。どこから出ればいいんだね、なかなかわからないです。どっか出るの本当わからない。ここか、ここは違うよね。展望デッキここにもある。あ、ここか、ここだ。サンフラワー、クレナイト。いやこれすごいな、なんかタイタニック号みたいなね、この感じがなんかタイタニックっぽいよね。まあタイタニックって沈んだ船だからね、縁起でもないんですけども、まあそれだけ豪華ということですよ。今ね、7時ですのであと5分で出航です。やっぱね、初めて乗る船だからね、勝手が全然わかんないですね、ほんと。相堀とか小丸とかね、何回か乗ってたんで勝手がわかるんですけども、新しい船はやっぱわかんないですね。楽しみですよ、だから。手を振ってね、お見送りしていただいてます。ありがとうございます。振り返しておきましょう。あちらにはおそらくお見送りの方々だと思われます。この連休を利用して、帰省していた、ね、親戚の方、ご家族の方をお見送りに出しているのかもしれません。フェリーの旅というのはこういうね、なんていうか、こう人の、ね、ドラマがね、見れるんですよね。だからそういうのがね、この船旅の魅力だったりもします。さあ、いよいよ出航です。大分の別府港に向けまして、サンフラワー紅が今、大阪南港コスモフェリーターミナルを離岸いたしました。こういった大型の船はね、スラスターというプロペラをね装備しております。この船は前後にあるんですけどね、まあ、岸壁に対しましてこう横方向にね、そのままこう離れていくことができます。大阪南港19時5分に出港しました。この船は瀬戸内海の島々の間を抜け、松山沖を通り過ぎまして、翌朝の6時55分に大分の別府港に到着予定です。先ほどの方もね、手を振ってくださっております。あ、こっちもいますね。赤い棒で振ってくださってます。あ、こんなところにも結構いろんなところでね、手を振ってくださってる方がいらっしゃいました。いや、ね、従来型のフェリーであればですね、こういった出航時はね、ファンネル、まあ、煙突の部分からこう黒煙がね、こうボクボクボクっと出るのがね、お約束なんですけども、まあ、煙の類はね、ほとんど見えません。そしてこのね、オレンジ色のマークも文字もラインも入っていないこのファンネルは、自分たちがトップなのだ、マークなど必要ない、マークをつけるのは2位以下だというね、商船三井の自信の表れでもあります。ちょうど今見えてますのが、鹿児島の志布志行きのね、サンフラワーのターミナルが見えています。志布志航路についてはね、薩摩、霧島というね、2隻のサンフラワーが就航しています。長方形ですね、まだ鹿児島にはね、行ったことがないんで、今度機会がありましたら鹿児島にね、またサンフラワー乗って行ってみたいと思います。展望デッキでは大都会大阪の夜景を一目見ようとたくさんのお客さんが出ております。そして奥にそびえるでっかいビルはね、先島コスモタワー。昔はね、WTC コスモタワーという名前だったんですけどね、今はね、大阪府の先島庁舎になっています。リンクゲートタワービルと同じでですね、かつては西日本で一番高いビルでした。隣にありますのが水野の本社ビルと水野クリスタビルですね。実はね、長方形ね、初めて登った高層ビルというのが WTC だったんですよね。このビルです。よく見たらね、これもしかしてこれアベノハルカスだよ、多分。これアベノハルカスですね。結構距離が離れてますけども、やっぱね、めちゃくちゃでかい。ここに天保山の観覧車が見えてますけども、この多分ね、これが USJ のホテル群だと思われます。この航路でね、ちょっとね、 USJ とかね、見づらいんですけども、多分この辺りがそうではないのかなと思われます。ホテルの向きからするとそうですね。さあ、奥に見えてきましたのがこちら、多分芦屋のね、高級住宅街でしたね。これすごいな、めちゃくちゃ山のね、
中腹まで広がってますね、これすごいな。次はね、明石海峡橋がね見えてくるんですけど、時間がありますので下でちょっとご飯を食べたいと思います。今ね、これ聞こえますか、これ多分ね、車両甲板の方からね車がプー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 言ってますね。だから防犯のやつが多分鳴ってるんですね。聞こえますか、これね、言ってますよね、これね。夕食ブッフェということで、大人が2300円ね、子供は1000円で、幼児は500円ということなんですが、あ、多分今あれ読んでますね、あれね。あ、はい、大人夕食ブッフェ、あ、こういう感じで大人で、あ、大人1名、2名とかいけるのかな。あ、いけた、2名いけた、4600円。はい、お会計へ。レシートで OK。実はですね、サンフラワークレレのビュッフェはねかなり評判ということで、長保家も期待しておりました。隣にいるマイシスターもね、誰かの YouTube のチャンネルでこのビュッフェのシーンがあったそうでして、それで今回長保家についてきました。え、刺身があんの、え、どうなってんのこれ、しかも結構うまそうじゃない。これはなんだ、これはこれうまそうだな、これなんだ、あ、なるほど、サバの生姜煮ね。そしてこれは肉じゃが、お、結構色とりどりだな。豚の角煮、やばい、うまそうだ、やばいやばい。手ごねハンバーグ、やばい、大好き。鹿児島チャーミントウインナー、このウインナー結構いいぞ。ここはなくなってますね。これシューマイもある。そしておでんもあるの、マジなんでもあるじゃんここほんと。こちらはカニクリームコロッケ、子供大好きなやつ、ポテト系もね充実しております。やばいな。実はですね、これと同じものが隣のブースにもあります。こちらはこれ大分の郷土料理琉球ですね。でこっちにあるのが、これなんだ、サンフラワーカレー、絶対食べたい、やばい、サンフラワーカレー食べたいな。隣にはですね、これお味噌汁もあります。でこれなんだろう、あ、香川県の一服うどんね、すごいな、めちゃくちゃ何でもあるじゃんここほんと。そしてここにはね、サンフラワーの箸があります。これ持って帰りたいな。まあ持って帰らないんですけどね。これはフルーツ盛り合わせ、すごいな、これやばいな。そしてケーキ、だいたいね、バイキングとかのケーキってね同じ味がするんですけど、これはもう絶対違う、ちゃんとうまいやつだって一目でわかりますね。でここにね、チョコレートフォンデュがあります。めっちゃ甘い香りがしてる。さあもちろんですね、これ飲み物も飲み放題なわけなんですけども、こちらにねビールサーバーがございます。ここね一杯500円で札幌生ビール黒ラベルが飲めるということで、ちょっとチャレンジしてみましょうかね。お金入れると書いてますね、ここに入れるんだね。はい、1000円入れました。はい、でいらっしゃいませ、専用のジョッキを2番のジョッキ受けに置いてください。ジョッキ受けに置きました。3階の定量ボタンを押してください。定量ボタン、ここが、はい、ビール、泡が継ぎ終わるまで少々お待ちください。お釣りのある方は忘れずにお取りください。おお、お、泡出すんだ、すごいな、ちゃんと泡やるんだね。ジョッキをお取りください。できたのこれ。ありがとうございました。す、冷えてる。めっちゃ冷えてるわ。はい、ということでね、長保家のラインナップでございます。ここに刺身シリーズがありまして、ここに手ごねハンバーグ、そして野菜類もありまして、ここにね、シューマイもあってね、カニクリームコロッケ、子供が大好きなカニクリームコロッケでございます。いや、いいなこれ。だってこの魚、この刺身だけでもね、これ800円ぐらいいくよね。まあ、800円言い過ぎか、まあ、600円ぐらいいきますよ。ほんと、あれ、それがもうバイキングで、まあ、ビュッフェで、ね、食べ放題になってね、マジかよって思います、本当に。さあ、いただきましょうか。まずはカツオのたたきから。うん、いける。
うん、サーモン系で、うん、うまい。これちょっと巻いていきましょうかね。オーダスに巻いてますよ。どう？うん。船でこれ食べれるのすごいね、本当に。うん、めっちゃすごい。こちらがね、マイシスターのお皿なんですけども、すごいな、めっちゃ食うな、マイシスター。フルーツももりもりで、めちゃくちゃいっぱい食べて食べますね。お刺身。でかい。ねえ、おいしい。うまい。マイシスターもね、ごまえつのようです。めちゃくちゃおいしい。ということでね、ビールいただきます。ということで乾杯。あ、うまい。うまいご飯を食べて、うまいビールを飲むと。さあ、今度。うん。めっちゃうまいよ。ビジネスホテルの朝ビュッフェとかのもうちょっと上よね。全然レベルが違う。結構上、うん。ビュッフェの中には結構上だと思う。市場で食べたお刺身、アングル美味しい。あ、本当にすごいね、食通やね。市場で食べたお刺身よりうまいって。うん、おそらく神戸空港に降りるやつかな、これ。さあ、それでは前半のハイライト、明石海峡大橋の通過でございます。見てください、この首都をね、この橋の塔なんですけども、300メートルぐらいなんですよ、高さが。そしてこの橋はなんといっても全長が3911メートル、中央士官といってですね、先ほどの首都と首都の間がね、1991メートルということでして、少し前まで世界最長の吊り橋でございました。その明石海峡橋を今ね、通過いたしました。現在はですね、確か2022年にトルコの橋に抜かれちゃいまして、今ね世界で第2位なんですけども、まあ、それでも世界第2位というのはすごいことでして、めちゃくちゃでかい橋には違いありません。いや、ほんとね、近くで見ると思いますけど、この首都 300m ありますからね、東京タワーが立ってるようなもんですよ、これすごいでしょ。そしてこちらは明石川ですけども、明石の街並みが広がっております。高校と電気がついておりますね。松山ではなかなか見られない、そんなね光景です。そして奥に見えてますのが、おそらくこれ明石の天文台なんじゃないかと思います。日本の標準時刻はあそこで決まっています。実はですね、長方形、大阪まではね、マイファザーとマイマザーで、一緒に来たんですけども、長方形より先に帰っておりまして、松山の方にですね、あそこ行ったらしいんですよ。なんか写真送ってきてましたね、昼間に。でちょっとね、後ろにね、この燃料タンクがありますので、視界がちょっとだけ悪いのが残念です。さあ、こちらが淡路島側でして、淡路のサービスエリアが見えております。車がいっぱい通っておりますね。淡路のサービスエリアの観覧車も輝いております。すごいな、これめちゃくちゃレインボーに輝いております。さあ、それではですね、今どこまで来たかと言いますと、大阪南港出まして、ここまで、まだここまででございます。先は長いですからね。電気は消えましたね。お、すごい。こんな風に出てる。
るんだ。ちょっと首疲れ、そう、首疲れ。結構かなりで痛い。でっか、画面すごい、これ思った以上でかいよこれ。これ相当でかいスクリーンですよこれ。あのね、これ多分 なかなか映像で表現しづらいんですけども、めちゃくちゃ映像がでかい、クリアででかい。これやばいぞ。あ、館内図が出てんだこれ。船のほら今ここいますよっていう図が、ほら、これはねパウダールームかな。多分男性はない設備ですね。女性専用の設備だと思います。だからこれはもう俺は一生見れないよね多分。さあこれが ビュッフェのところですね、先ほど言いましたけど。いや、あ、機関室か、今の機関室の部分ですね多分。はい、ということでここからね、ビュッフェ第2弾でございます。サンフラワーカレーをね食べたいということでビュッフェに戻ってきました。見てください、これ一応サンフラワーをイメージしたんですよ。これうん、うまいな。甘いんですねサンフラワーカレーって。うん、このね福神漬けとご飯のコントラストがまるでサンフラワーのねマークのようです。うん、うまいな。うまい。そしてカレーの後にはやっぱりチョコレートフォンデュに決まってるじゃないですか。やばい、甘い香りがする。うわー、シスターがねどこ行ったのかなと見ていったら、なんかもうシスターすでにチョコレートフォンデュをもう作っていました。やるな。ちょっとね部屋に戻ってきたんですけども、サンフラワーのねスリッパなんですよね。なかなかいい感じのスリッパでね、ここの部分がさ、これあの、あ、印字してないんだと思ったらさ、ここ印字しちゃうの、横はちゃんとこれこのマークが入ってんの。だから歩くんだよ俺がね、サンフラワーを履くって感じなんだ。でね、わかりやすく書いてますね、これね。ご使用後はご自由に持ち帰りくださいって書いてますので、あ、持って帰りたいっていう人がいっぱいいるんでしょうね、これね。わかりますよ、その気持ち。だって、このサンフラワーのマークが入ったら、それだねって欲しくなりますよね。ちゃんとモザイクかけるけど。何するの？なんかそういう普段的な。普段的な？女子目線の。女子目線の？うん。ドライヤーとか、ウィンでいい。ドライヤーのランクは分かる。私ドライヤー何でもいいもん。髪とそれドライヤーは、あ、でもなんか使ったことありそうな、なんて書いてある、小泉パナソニー、パナのやつか。あ、じゃあうちにお母さんが使うやつ、わざわざ使うやつ。それナノイーって書いてある。それなんて書いてある、いいよ、わからない。あ、じゃあいい、結構いいんじゃない。わざわざ使える、ナノイーじゃないけどもなんか出るやつやろ。結構音静かやったけど、消臭っていうよりかは空間用。空間用なそれ。まあ、あの衣類も OK でも全ての匂い菌をなんか除菌できるわけではありません。だいたい買い取るやつやな、当たり前よ。
はい、ということでね、マイシスターのレビューもなんとかうまくいきましたので、ちょっとショップに行ってみます。21時45分まで空いてます。リンゴ重ね、これめっちゃ美味しそう。ここで980円か。こんなものあるんだ。ユフインか。スイートポテトいいですね、これね。ちりめんだ。こんなエビスメ、松茸昆布、エビスメ詰め合わせ。大阪のお土産もありますね。これね、アイスが結構充実しててびっくりしましたよ。普通に層とかあるじゃないですか。ハーゲンダッツのアイスを食べるのめちゃくちゃいいじゃん。これ俺からちょっと食べれないからね、もう寝るからね、朝食べようかな。これめちゃくちゃいい。売店はね、こういったものを売っておりますね。あ、これ置いてるんだ。これなんかいいやつ置いてる。わざわざこう売ってるんですね。手ぬぐいも売ってるんだ、これ。サンフラワーのポロシャツか、なかなかあ、これ入ってるんですね、こうやってね。このシャツか、なかなかいいな、これ。後ろも、うわ、入ってるんだ。なんか模様が入ってますね、後ろに。サンフラワーか。あー、これはいいね。サンフラワー、ゴールドとパールですね、これね、描かれてるのは。ジグソーパズルか。あのね、長期はね、あれ買ったことありますよ。コバルトのね、ジグソーパズル買ったことありますね。懐かしいな。こんなものもあるんだ。サンフラワー重長。これいいな。ゴールド、パール、黒い紫、薩摩、霧島。今回乗ってますのはここに入れますね。これないですね、これね。これないだね、これ。サンフラワーのマグネットなんかあるんだ、これ。の動画でさ、よくホワイトボードでやるやつがあってね、それの時とかこれ登場させようかな。350円か。なかなかいいね。お求めやすい。ガム口もいいね、これね。結構安いな。そしてね、オリジナルビーフリカレーって書かれてますね、これ。550円か。結構いい価格ですね。じゃあ今日食べたビーフカレーの味をそのまま再現ということなのかな、これ。でね、一番気になってるのはこれなんですよね。サンフラワーオリジナルクッキーということで、私これ系好きなんですよね。これ絶対買おうと思ってて、これ絶対買いますよ、これ。これ朝買おうかな。サンフラワーとしか書かれてません。多分これはどの船にも結構共用で使えるようにしてるんじゃないかと思いますけども。サンフラワーの旅ということでね、中にクッキーが入っております。ザビエルだ。へえ。たまにお土産でもらうけどね、結構好きですよ、私はザビエル。このね、レセプションのところにはね、この QR コード再発行機というのがありますから、ここで QR コードで再発行できます。だからこう何枚もね出しとけんですよね。だからご家族の方とかいらっしゃったらね、あれ1個しか出ないからね、もともとインターネットとかであれば1個しかないから、これね、その携帯をかざしてね、ピッてればこう何枚も出てきますから、それでね、ご家族分とかやったらいいんですよね。そしてね、空きがあったらね、グレードアップもできるらしいんですけど、もう満室ですよね、多分ね。私が予約した段階でもう満室だったんですよね。今回撮ったのが、スーペリアのツインなんですよ。これも満室になってますし、スーペリアのシングも満室、デラックスも全部満室で、まあ本当はね、頑張ってね、セミスイートとか撮ってやろうと思ったんですが、残念ながらね、やっぱりもう満室だったんですよね。で、今一番空いてるのといえば、このプライベートベッドですね。ここは空いてるそうです。まあ、これはこういわゆるこう開放ビーシーナーみたいな感じでね、カーテンがついてるんだと思うんですけども、まあ、これでなんか上下段で4人寝られるっていう部屋ですね、これね。まあ、昔の二等寝台といったらいいですかね。だからこの船にはもう雑魚寝っていうのはないんですよね、これね。ここに書いてますね。大森田の伝統工芸竹細工を用いたレセプションの
壁面の作品についてということで、ここに細かいことが書いてあるみたいです。多分この QR コードね、私のこの YouTube からも読み込めると思いますので、ぜひ読み込んでみてください。そしてね、ほらここに書いてますね。はい。ここにね、制作者のことも書かれてるんです。まあ確かにこれはね、すごいよね、ほんと。こんな感じでね、22時になりましたので、消灯です。これ上すごいね、これ地球がどん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 、お、前傾、おお、走ったサンフラワーが、すげえ走ってった。東華堂の CM みたい。東華堂の CM だよこれ。あ、ひつまぶしが食べたくなりましたね。おお、また迫ってくる。おお、こちらね、お風呂なんですが、男湯、ただいまの状況、空いているということです。23時まで空いています。だからね、あと1時間ありますので、この時間を利用してね、入りたいと思います。このシャワーもあるんですけども、シャワーはね、これ24時間使えるんですよね、これね。これありがたいですね。まあ、あの、私の部屋にね、シャワーついてるんですけども、まあ、あのね、シャワーついてない部屋もありますからね、そういった方々にね、はね、本当ね、これ便利なんじゃないかと思います。こんな感じでね、リモコンのチャンネルでね、この説明を見ることができるんですよ。で、便利な機能もあって、今船がね、どの辺を通ってるかっていうのが分かります。ほら、もうすぐ瀬戸橋っていうのが分かります。まあちょっとこうざっくりしたやつなんですけどね。で、こう観光案内みたいなやつも出てますね。そして次にね、チャンネルを変えると、ほら、現在の外のカメラのような様子がね、分かります。レーダーマストの様子とかかってますが、ちょうど目の前に瀬戸橋が見えてきました。ここに見えていますのが、大槌島ですね。この島の右半分が岡山県で、左半分が香川県なんですよね。例えば、なんかね、ほら、いろんな文字のね、言語で今どのあたりを投稿してるか分かるんですが、なんかすごくなんか昔っぽいやつで、かっこいいでしょ、これね。瀬戸橋のが、23時50分だそうです。明石海峡橋はね、20時15分、瀬戸橋が23時50分、来島海峡大橋が2時5分ということです。明石海峡が、まあ、ここですよね。そしてここが、瀬戸大橋、そしてここが来島海峡です。目的地はね、ここですからね。今ね、23時45分ぐらいです。通過予定がね、50分ということでしたので、ちょっと早かったですね。瀬戸大橋を通過しました。奥に見えていますのが栄出の町並み、香川県です。そして奥に見えているのが、あれは多分ゴールドタワーですね。四国で一番高いビル、ゴールドタワー。芝で隠れちゃいましたね。あの、実はですね、さっきまでね、あの、瀬戸大橋通過ライブっていうのをやってたんですよ。ですがね、ちょっと通信状態があまり良くなくてね、コメントがなんかバグってしまってね、3回やり直したんですけどね、一応リンク貼っておきますので、ご興味ある方はね、ご覧いただけたらと思います。なんかまた見えてきましたね。ゴールドタワーでございます。それではね、寒くなりましたので、これから船内に戻りまして、夜のサンフラワー、船内散策をやっていきたいと思います。深夜のサンフラワー楽しみですね。私ね、結構ね、夜のね、あの、船の中好きなんですよね。ちょっと電気が消えたような状態好きなんですよ。ということで、ちょっとここから先はね、長くなりますので、2回に分けてお届けしたいと思います。後半につきましてはね、また次の動画でお会いしましょう。サンフラワーの動画ね、次また出しますので、楽しみにしておいてください。明日はようやく別府でございます。いやー、別府も楽しみだな。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。それではさよなら。